緑カンパニーさんの10柄オセルスタンプ、プリンタブルスタンプモチーフ開封します。開かない。だけどインク、インク、これがインク。台を逆さにして赤いボタン、赤いボタン、はい、押しながら透明なスライド、これか、ここからこうすると、お、カチッと音が鳴り、ロックされます。あ、ロックされた。で、付属している人気パッドの蓋を開けます。蓋を開ける。どっちが蓋？これが蓋ですね。こっちが蓋ですね。え、こっち行ったっけ？ん？開かない。開かない。開いた。よし、開いたぞ。で、インキパッド。矢印が親切ついているので、これをこっちに印刷がある面に入れる。カチパーン、カチッカチッって言った。で、できたかも。いきます。できたかも。どっちが前？分かんないけど、このプリンタブルスタンプ用のノートに試し押ししてきます。何が、どれが出るんだろう。こっちでいいのかな。こうか、こうですね、なんとなくね。はい、じゃあ押していきます。せーの、よいしょ。あ、同じ柄になっちゃった。柄の変え方、あ、柄は、そっか、柄はこうやってずっと押していくとずっと同じ柄が出るわけですね。なるほど。で、この柄を変えたいときは、このこれ、押す、うん、違う、押して押す、お、そして回す、とりゃ、これで多分いいのかな。で、ボーン、ボーンなんない。あ、はい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 、変わったでしょうか。いたします。せーの、よいしょ。変わった。え、めっちゃ可愛いんですけど。これ逆か、こっちが前ですね。よいしょと。全然ショーツにしようと思ったのに、ショート動画になってない。めっちゃ可愛い。やばいぞ。よし、柄はこの10個です。今押せたのがこのハートと、なんだこれ、紙飛行機。かけながらの回しの6解除。慣れれば全然速攻ですね。よい。そうかそうか。かわいい。かわいい。あ、結構なんかあれですね。思ったよりも小さい。ほら、手と比べてみてもちっちゃいので。ポイントにすごく良さそうです。これになっちゃう。あの、こうメカメカしいものが買っちゃう。苦手なんですが、これで、これで多分一番最初の宝石みたいなやつが
出てくるはずです。行くぜ。よいしょ、ほら来た、こりゃ、おー、うふー、かわいい。一応ね、ここまで来たら全部押そうと思いますよ。ガチコンのロックのクルリンパで、これで多分鉛筆がね、鉛筆が出てくると思います。せーの、よいしょ、ほら来た、ひゅー、よいしょ、いいですね、いいですね、よいしょ、うん、かわいい。そしておCのロック、 C の回しの、この多分ガーランドっぽいのがね出てくるんだと思います。この柄を前にして、よいしょ、ほら来た、ガーランド、かわいい、うん、よし。そしてあとはガーランドがあれですね、四角ガーランドと三角ガーランドがいます。じゃあ三角ガーランドをね、よしよしよし、三角ガーランドをします。よし、ちょっと鼻声ですけど、これはあの風邪じゃなく慢性鼻炎でございます。花粉症かなんですね、すごい、もう万年花粉症なんですね、本当。アレルギーの薬もね飲んでるんですけどダメなんですよね、万年花粉症、困る困るって方いたらコメントください。どうやって直したらいいですか、これ。よいしょ、うん、かわいい。で、あ、カメラ動いちゃった、すいません。ガチョンコン、ガチョンコン、次がハート、ハート、あはは、ハート、また違うハート、ガチョンコン、ガチョンコン、かわいい。ハートの次が星です。星がよ、あ、ずれちゃった、あ、でもいい感じですよ。よいしょ、うん、あとは最初に戻るんですかね。10デザイン、12345678910、10個デザインが、じゃん、押せました。はい、これがですね、10柄押せるスタンプ、プリンタブルスタンプのモチーフでした。これ上からあの色塗ったりとか全然できるので、すごい便利だと思います。次回のバリットジャーナルというか手帳の時にもご紹介できればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。クフルでした。バイバーイ。